そうですね、一つの、確認作業を怠ったりだとか、そういうミスで大きな事故につながってしまうので、そういった確認作業の徹底というのを今は心がけて作業をするようにしています。しっかりやるべきところをしっかりやって、見本になれるような社員になりたいと思ってます。押し込みだとか連結だとかの時に無線を使ってそれをやるときは今やっぱり緊張しますね。もっとスムーズに誘導できるようにしていきたいなというふうに思ってます。出荷はそう4番を内で確認。